はい、フェイでーす。今回はですね、スプリンターセルブラックリストの、4番目の動画を撮っていきまーす。では、いきますよー。指定、パラグアイ、シウダーデルエステ、ソロキャンペーン。こっちから撃って出ようみたいな話が前回最後になりましたよね。敵の組織にこちらから攻撃を仕掛けるぞ。エンジニアによるアメリカ本土での初のテロ、いわゆるアメリカンコンサンプションの実行という事態を受け、ホワイトハウスでは国民に冷静な対応を呼びかけています。当局の発表では、今回は化学兵器が用いられ、シカゴ一帯で200万人以上の犠牲者が出る可能性があったとのことです。しかし、少数のスワット隊員が迅速に対応したことにより、アメリカ史上最大となる危険性をはらんでいたこのテロは未然に防がれました。テロブローカー、レザノーリの指定に潜入し尋問する。そのサム、問題が。ネットがコビンの情報で溢れてる。アメリカと裏で手を組んだと思われてるみたいだ。どこから漏れた？ここよ。ここ行ってないのか？シカゴは守ったけど手がかりなし。サディークを釣るには餌がいるわ。なぜ相談しない？丸一日話したって計画に同意してくれたとは思えないわ。だが小瓶を餌にしてどうなる？レザーノーリ、情報リークしてからすぐ私の。え、今すぐに？でもまだ未完成で。あ、オーケー、取ってくるよ。でどうする気？行くしかないでしょ。お前がこうしていることを知られてしまったよ、レザン・ノーリーに。どうしてバレたんだ？成り行きだな。ノーリーとはどういう仲だ？別に。俺は物、奴は人を提供してる。ダチも、それは多いさ。高エネルギー密度コンデンサーと EMP をトライローターに詰め込んだんだ。詰めが甘いんだけど、セキュリティを潰す必要があるなら。中身は何だ？テルミットさ、用意したんだ。その、ミッションにいるかと思って。装備に加えるんだ。それから他に言っておくべきことはないのか？ああ、そうだ、心当たりがある。ノーリのセキュリティに関わったやつで何か知ってるかも。頼んだぞ。待ち伏せがありそうだ。 SMI が戦いの主導権を握りたいならスティッキーカムを忘れるなって。うん、スティッキーカムは常に持ってるよ。おお、パワーアップできるんだ。プラスチック爆弾。このもん破裂させたら一瞬でバレちゃいます。8万しか持ってないんだよね。なんか大したものは買えないんだけど、近くの照明を電子機を一時的に向こうか。まあこういうのちょっと持ってきますかね。トライローター、トライローター、俺お金足んなくて持ってけないけど、これ今なんかトライローターを装備に入れとけって言ったけど、入れてくれてるのかな？なんだかんだ言って自前じゃないとダメでしたみたいな、そういう話なのかな。あー、またおすすめの装備が一つないみたいな状態でやるのやだな。イベントで勝手に使ってくれることを祈る。今度は豪邸に忍び込むんですね。コビンからの情報は？あるは一応。非常用シェルターが存在するらしいの。入り口は一つ。場所まではわからないようだけれど。なるほど。やめておく。いや、それは構想かもしれん。袋小路に追い込むことができれば手間が省ける。どうやってノーリをシェルターに追い込むの？電源を落とせばいい。僕がハッキングしてジャンクションボックスを見つければそれで決まりさ。場所は？正門を目指してデータをオプサットに送るわ。見えない。1、2、あとは見えないな。一旦降りますかね。すごい家住んでるな。武器商人って儲かるんですね。
テニスコートに2人、あそこから入れそうだな。ありますかね、あれを。おっと気づいた、見に行った。 OK、 ちょうどいいな。お、見に行ったわけじゃない。あ、どっちどっちどっちなの、どっちなの、君よくわかんない。おお、怖えとこできたな。こいつを持ってきたいですね、トーンで。さあどういう動きする。はい、俺止まりやがった。問題なし。もうちょい手前にノイズするべきでしょ。はい、はい、こっちでお友達と一緒に寝ててください。よいしょ。はい、ノート PC っていうなんか表示がありますね。この部屋の中かな。中を見ましょう。ガレージだね。一人いるな。二人いる。一人銃持ってます。無線連絡してるか、タバコ吸ってるか、どっちか。気づいた。いらっしゃい。声を出す。なんか車を整備してる人ですね、あれ。あれ行くの怖いな。ケイシノート PC をハッキングします。イエーイ、4万ドルゲット。ちょっとソナーをかけて、あれ近くに敵の反応はなしかな。こいつも犬好きってわけ。またワンコかよ。ワンコどこ。ワンコはどこ。あ、いたいたいた、いましたね、これです。これはもう重くそ玄関ですね。玄関から行くのはちょっと危険なので、なるべくガレージ側から。いいえ、住んでるね。こういうのちょっと、あ、少しでも俺に有利な状況。あ、消灯してたらなんか実績が外れました。遺跡ってお金がもらえたの。3万ドルゲット。お、パリンパリン割ってたから見に来た。いや、ワンちゃんも来てるな、これ。あー、これはこれはワンちゃん、ワンちゃん来るか、ワンちゃん来るか。はい、ごめんね、キャイン。
ごめんね。はい、いらっしゃい。あれ、他にもワンちゃんいるんだ、これ。どこからワンワン聞こえたな。あ、仲間がちょっとずつ減っていることに、おかしいなぁと思っているのでしょうか、あのおじさん。よいしょ。ガレージの端に寝かしておきましょう。扉あるな。これすごいな。ここスネークカムで呼んで、この中に引きずり込みましょう。反応したかな。いや、このガスタンク選んじゃった。おーい、ここだよ。ここだよ。パカッと開けてごらん。魔法の扉を開けてごらん。あれ、あれ。どこ行く、どこ行く。そっち行くとは思わなかったわ。マジで来てくんない。きっしょー。あれとほっときましょう。何語なんすかね、喋って。あれ、これ正面から、そんなわけないよね。正面から行くしかないなんて状況あるわ。空中だって、きっしょー、書きかかった。どっから入るんだろう。正面扉から入るなんてことないっしょ。いくらなんでも、なんかパイプとか登れるとこれに反応するんですけどね。ないから、好きなあっち側かな。うん、ここあえて開けて、なんで開いてんだっつって。角度怖い。こっちにしましょう。ほら、扉開いてるよ。扉開いてるよ。と、注意力3万じゃないの。ほら、扉開いてますよ。あれあれ、どこ行くの、どこ行くの。何語それ。下げかな。アイスだけだな、照明はもう。上にもいないよ。ここでみんなで仲良く昼寝しててください。一応閉じます。さて、届かない。犬とかいなきゃいいな、怖いな。物のライトやだな。割れない、選べない。あそこになんかありますね、裏口っぽいのが。行ってみましょうか。監視カメラとかもあるんだろうな。ないのかな。こういう豪邸だとありそうだけどね。なんか
要塞だよって言ってるくらいだから、監視カメラとかバリバリにその辺にありそうなのに、監視カメラないんですね。なんかこういう屋敷にこうステルスで行くとヒットマンをやってる気分になりますね。あ、違う違う、登んない登んない、閉めるだ。一度安全に、うん、反応なし。ゴミ捨て場覗けないですね。じゃあ開けますよ。ガラッと引き戸だった。お、ここで合ってるね。なんか警備室みたいなとこだ。情報通りだ。セキュリティステーションを発見した。ハッキングならお任せあれ。チャーリーを黙らせてくれたら映像を SMI で検証して脳裏の居場所を特定することができるんだけれど。見つけたわ。入る気だ。バルコニーのドアは警備が緩そうだな。そうね、暗がりがあれば近づけるかも。電源を落とさないとな。屋敷を見渡せるようなカメラは。オプサットに送るわ。プール脇の小屋に電力が集まってるようだ。地下のメインブレーカーとつながっているのか。行ってみる。なら窓だ。ロックを解除するよ。よし、今よ。おお、さすがハッカー。後ろからガンガンロックドアを解除してくださいな。カットパワー、はいはい、電流切ってこいと。了解です。おお、いたいた。肉眼で一人、こっちにもいたな。まあ変な構造の建物だなこれ。すごい庭作ってるよ。なんかあの壁をトントンってやって呼ぶみたいなアクション欲しいっすね。追加で1名。ここはなんか上がっていけるんだ。どこ行くの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 、ここでいい、ここで待ってればいい。一瞬今外にグーって回られてちょっと危なかった。あ、ちょっとバレる前、バレる前、バレる前に前に運びたい。はい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 、こっち見ないでね、こっち見ないでね。はい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 、ここで寝てください。はい、この、あ、水だとちょっと起きちゃうから、はい、ここで、ここでいいかな。おお、え、危ねえ。ワンコ、あ、これはダメだ、これダメ、やめましょう。二人いるとやめた方がいい。ここで行かないところが少し成長したというね。ワンコいない。あ、ワンコ来てる、ワンコ来てる。あー、ワンコ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 、これはやばいかも。ワンコまとめてやらなきゃダメかも。ごめん。
下行くかな。下行くな。ここで待って。一回振り返る可能性も見越してここにいよう。割と順調だよ。割と順調。あードキドキする。これがステルスゲームのたまらん面白いとこですね。そしてこうやって気を許した瞬間に見つかるのがいつもの恒例パターン。建物の構造がなんかややこしいな、これ怖い。もう一人いるよね。こいつこいつ、うわ怖い怖い。うわ、なんだこの建物、あんな感じ。吊れされない、吊れされない。うわ、あぶね。されると思って今思い切ったの。todo tranquilo。お、え？後ろのやつどうやって当てたの今。なんか今壁の法則を無視したよね。めちゃくちゃやで。この角度絶対当たるわけだよね。あ、やべやべ、当てている。あ、でもあの結果オーライということで、はい、何人いんだよあいつか。このまま寝かしとくか。この人あっち見に行って運びに行ったりとかしたらなんか見つかりそうっすよね。やめとこう。ミッションポイントに向かいます。こそちょ、いやーこのゲーム面白いな。めちゃくちゃ面白い、超面白いっすこのゲーム。この俺みたいな下手くそでもね、見つかった時にこのサムの戦闘力が高くてね、こう結構勝ててしまうのがすごくありがたいですね。ここが電源？トライローターをしよう。ラジコン持ったんだ。チャーリー、データリンクは？良好だよ。リアルタイムで受信できてる。よし、やるぞ。俺運転すんだよね、もちろん。気をつけて。気づかれたら、EMP が無駄になってしまうからね。気づかれたらってこと？責任見られたら信用してほしいな。俺あんまりラジコンの運転は自信ないんだよな。あとね、レースゲームとかね、エースコンバット上だよ。その類もあんまり上手くないんだよね。スティッキーショッカーを発射って何これ。発射していい？ビリってなんか飛ばした。OK。それの性質は理解したよ。見つからって思ったら、パーンって撃つんだろうね、きっと。この家すごいな、なんか。わー、こんなとこに人いるの？いないでしょ？あれ？道合ってんのかな？わわ、痛い。俺見つかりたくない。ブレーカーボックスまであと少しよ。本当？
あ、なんか入ってったらバレそうだよね。スティッキーショッカーしていい？これ押したい、ビリってやりたい。このおじさんが来たらビリってやりましょう。やだやだ、バレるバレる。なんか喋ってた。あれこれ来ないかも。ちょっと待って。あれ？こっちなの？話長いな。話が長い男は嫌われるよ。俺話長いんだけどさ。見た。玉切れ、やべべ玉切れた、玉切れたあーあーあー、玉切れた、あーわかりました、ごめんなさい。おい、反省した今ので。気づかれたら EMP が無駄になってしまうからね。ごめんなさい。少しは信用してほしいな。あ、もうね、信用しないわ今のは。それは失敗するもん。スティッキーショッカーはね、弾数があるみたいですね。あ、右下に4って書いてあるじゃん。ちゃんと見てなかった。左のスティッキーショッカーを発射ってボタンで夢中でした。4回しか撃てないっていうね。あと、今の高さぐらいだと見つかるってことが分かりましたね。今のでもどうすんだろうね。割と、スッていってパンパンってやるのかな。てか、このおっさんをさっさと速攻でここで沈めて、やったよ、ほら見ビリーってなったね。これスナイプできるような、このこういう距離から撃てるのかな。やってみていいですか。いけたわーってなったね。面白い。いで、いるかな、まだいるかな。あ、 EMP セットやるぞ。起爆。さあ、パーティーだ。確認できたわ。屋敷は真っ暗よ。ノーリはシェルターに逃げる。問題は。おい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 。可能性の高そうなルートは2つあるわ。バルコニーと横のドアよ。オプサントに送るから待って。いきなり目の前にいたよ。やべ、フレアたかれてる。犬の声もする。やべやべ、パニックパニックパニック。パニックパニック。怖い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 。待って、ちょっと待って。これ電気消えたら大騒ぎになるわ。痛い痛い痛い。さっきいなかった敵が、ゴリッと湧いてる感じしますね。性質がよくわかんない。慣れない武器は使うもんじゃないっす。戦争になってしまった。大騒ぎですよ。ああ、こいつ、こいつ捕まえるやつか。マジかよ。ワンコ呼んだ、ワンコ呼んだ、やべえやべえやべえ。最悪だこれ、最悪だこの、これワンコが匂い追って俺のとこ来ちゃいますよこれ。最悪。ちょっとこいつのエクスキュート外していきましょう。いつかワンコが俺にたどり着いてしまう。こいつ強引に拘束しますかね。こいつさえ拘束すればね、あとはゴリ押しでもなんとかなるんですよ。これ当たんのかな、超心配。人にやられて言えた。
とね、拘束しないといけないんですよね。あれ？違う、それじゃない。縛り上げるっていうアクションを。あ、違う。うまくいかないですね。違う。あれ？俺なんかそれの差ついてる武器はどこ行った？俺の銃どこ行った？あれ？俺の銃はどこ行けた？あれ？コープリンっていう銃しかないよ。あれ？俺の銃が消えた。そうでしょ。マジっすか。まあいいや、この銃を使わなきゃいい。ハンドガンで全て片付ける。どうせね、このサブマシンガンはいつも撃っても全然当たってないんで、銃の腕では。なんか目標地点が2つあるな。これ犬の声しないこれ。怖い。怖いね、犬なんだよね。あ、来た。はい、ごめんね、ワンちゃん。でもいいとこで来てくれたよ。目標地点が2つあるぞ。これは入り方の話なのか。なんとなく2階から入りますかね。なんか2階の方が良さそうじゃないですか。制圧したら行きますよ。来ないかな。来た。めんどくさいな。よいしょ。さあ上に行くぞ。あれ、なんか俺が思ったイメージと違う。ここの上行ったらなんかバルコニーに入れる。あー、これだ。オッケー。あっ、見ないですね。あっちゃいます。黒いトラックが1台、屋敷の周りをうろうろしているのを SMI が捉えました。軍用回線でペルショガが飛び交っています。見張ってろ。マジだせや。屋敷に侵入。プレハブ構造なんだ。ええ、なんだ。ただし高強度チタン製だけど、ゴーグルで見れば一発だ。見取り図で確認したよ。赤外線が仕掛けられていて、侵入するとアラームが鳴る。マジで？赤外線か。箱みたいなのはなんか どうにかならないんですか？壁の裏にあんのかな？お、出て。あ、近く。何してんの？ピンタ。勢いよく扉開けて。怒られるよ、やったりした。ゴーグルでスキャンして。わ、下に2人いる。赤外線見えないけど、こっちじゃなきゃダメ。あ、見えた。こっちじゃ見えない。あ、見えるわ。これいじれないの？あ、怖い。これ撃てば壊れるとか。分かれて広い範囲を調べよう。
バレちゃうバレちゃう。はい、いらっしゃい。はい、おやすみ。これ壊します。侵入できそうな場所がないかよく探してみて。消えたね。オッケーオッケー。撃てば壊れるんだ。これは大きな収穫。気絶してる。やべ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 。怖いよ。こいつうぜえな。こいつこっちまで来てくれない。コミは多分上の階だろうって。はい。死体を見てこっちに来ない。やらしいぜ。で警戒してる。便所だ。便所でかくない？二人いるね。被害線はない。はい、警戒してるな。二人は無理だな。二人やめてくれる？一人ずつにしよう。お、お、来るか、来るか。来なーい。あいつ勘がいいな。何も。やーべ、もう全開で警戒されてるわ。もう空ま電気全部消えれば警戒するわな。うわ、これはやりにくいな。どうしたもんかね、これ。ほらほら、看病。二人まとめて動いてんだよな、あいつら。とてつもなくやりにくい。ゴーグルでスキャンして。お？下から。こっちにはいない。はあ、か、こいつら巡回してるって言えばあれですね。俺を探してるって感じだね。まとまって移動して。ボンミアイゲネネセバイコン。さて、どうやって切り崩すか。さっさと撃ってしまうか。おっと、いい感じに分かれた。チャンス。侵入できそうな場所がないか、よく探してみて。休憩、頑張ってますよ。サム、頑張ってよ。上がってくるなよ。上がってくるなよ。挟まれるからな。3人いるね、レーダー見ると。ん？あ、倒れてるんですね、気づいて。コビンは多分上の階だろうって。聞いた。うわ、なんだこれ。調べるから手伝ってくれ。これだ。ベッドルーム。下になんかあんの？地下室みたいな。二ついのがある。なんだろう。何か見えるか。お、お。異常なし。下の人か。な
お、デッドドロップ、やったー、お小遣いゲット。あ、なんだ、そうかな。何もなし。お？パニックルームに突入。あ、これがさっきの地下室か。これか。行っちゃいますよ。まさかの爆破？おお！これバットマンで見た俺。ワンプルダラム、フルダラム。金が欲しいなら銀行に押し入るぞ。アメリカ人、イランに雇われたか。イランまで敵に？その話は問題を解決してからだな。サム、トラックが外に襲撃よ。侵入する気だわ。イランの特殊部隊だ。私を無事に逃がしてくれたら礼をしよう。約束する。働きへの報酬だ。欲しいのは情報だ。マジド、サディクも。あいにくだが、それだけはたとえ知っていても話せない。それがビジネスのルールだ。ルールには例外もある。いいだろう。なんと。こっち、屋敷の地下に脱出用のトンネルがある。プライベートドッグ行こう。命には代えられないもんね。やべ、なんかこの護衛系やだな。彼らは任せた。それまで私はここにいる。え、どっから入ってくるの？うわ、マジか。さすが特殊部隊、動きがいい。あんまりそんな素早く突っ込むなと。分かってる。ここで待っているから。どこどこから来るか分かんねえ。敵が。お前そんなとこで。いたぞ。いたいたいた。この銃ブレんな。さっき頂戴して。あ、でもいい銃だ。ここで待っているから。パップ打ちするともう抜群に OK。 あ、やっべ、この角度打てないね。フラッシュバンを使わせてもらいました。多いのか、ノーリー。すぐそこだ。31。こいつの銃もらいましょう。行くぞ行くぞ、ほら行け。入り口まであと少しだ。あと少しとかいうのが一番怖いんだよ。あれ？どこどこどこ行って。お前気をつけろって。マジで真正面歩くな。脱出用トンネルに向かってるが、その後は川ね。選択肢はそれだけよ。ドックにボートがあるわ。この先の口子で銃を手に入れよう。背中から撃たれるのは願い下げだ。脳裏を死なせてはいけない。敵に見つかると援軍を呼ばれる。おー、
ふう、見つからないように。逃げたいならサディークについて話す。簡単な取り決めだ。彼は金を払い私を兵士を送る。何のための兵士だ。私の知ったことではない。行くぞ。慌てるな。マジでこんな感じで戦うの。うわこれきついな。もうやめろ。守るべき相手にこの扱いはないんじゃないか。黙ってろ。それがお互いのためだ。本当に黙ってろ。うわマジか。これで戦うの嫌だな俺。うわいる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 。これは難しいぞ。これはやらかす自信すごくあるな。何やらかしぐらいで終わるかなこれ。あーこれはあーめっちゃ探してる。バレてないよ。慎重にやろう慎重に。能力護送中は長押しすると装備。はいはいはい。偽オバマみたいなおっさんをしっかり届けますよ。いやーこれこうやってなんか連れてくより後ろをこそっとついてきてくれる方が全然助かるんだけどな。カバーも何にもできないもんねこれだと。怖い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 。やめた方がいい。相手はイラン軍特殊部隊だ。これくらいやむを得ん。どういうことだ。やむを得んってどういうこと。あー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 あああ怖い怖い。どういう巡回ルートですか。これ撃ちます。絶対さ、これはちょっと座ってるからきついかな。どうしたどこ行った。あ、いていて。気づいた。もしかして気づいた。よかった。こっちから行こう。そう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 。やりにくいよー。やりにくいよー。さて、まだあるんでしょ。犬とか出てきたらもう泣く。いやーこの角度怖いわ。このソナーにしてみようぜ。上にもいないですね。怖え。ここ出てくんの怖え。敵の SUV がそちらを目指しています。え、どこへ。早く。ああそんな急げって言われてもみたいな。ああ怖い怖い。ああ怖い怖い。ああ怖い。ああ怖い。急ぎたいけどね。はいはい。あとちょっと、あとちょっと。ボート見えたよ、ボート。お、いない。まさかのいない。だから行ったか。え、この一帯にできないとかある。ちょっと一回あれさせて。いけない。ちょっと怪しい。あ、いないわ。ちょっと
っと待って、今武器がね、スタンガンなんです。来た、行ったのか。おい、貴様。さあ、ほら、このファイルには私がサディークの元に派遣した兵士全員の情報が収められている。これから脳裏のファイルを送る。そっちで確認してくれるか。了解。急がないと。お前は信用すると思うか。サム、そこは離れて。このままではやられてしまうぞ。うん、確かにそうかもしれんな。ファイルを確認したわ。早く逃げて。おお、終わった。ああ、今回もヒヤ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 もんでした。支払い完了。やったね。今回割と良かったんじゃないですか、全体的には。脳裏の情報は使えそうか。パスポート番号の記録がありました。派遣された兵の居場所が分かるはずです。どうしてあいつは解放されて俺はダメなんだ。お前には用があるが、あいつは用済みだ。イランがブラックリストに関わってる可能性もあるわ。脳裏はその工作員かもしれないのになぜ手放したの。泳がせるってやつだ。失策よ。イランとは今微妙な状況なのに。大統領と差しで話したのか。次に話をするときは俺も混ぜてくれ。チャーリー、これは君のメールの件からヒントを得て、脳裏の携帯に細工をね。 GPS、データ、音声、やる。携帯からウイルスを感染させられるかもしれない。コビンと一緒に閉じ込めておくよりいろいろと分かるはずだ。どうだかな。気にすんな、ほら、黙るから。ワシントンにも確かな情報はない。こっちで集めよう。下手すると戦争よ。戦争ならサディークが始めてる。俺たちはそれを終わらせる。パスポートの調査を進めてちょうだい。手がかりが欲しい。おお、クリアですね。はい、これで一旦このステージはクリアということで、また、お、何ですか。あ、ここ近づくとサムって言われてる。また次回も見てください。あ、で、まあ、そのうちね、コープミッションみたいなのをやろうと思ってるので、この辺のね、メンバーそれぞれにミッションがあって、それはなんか友達と協力プレイができるようなので、自分の友達の赤鬼くんがこのゲームを買ったので、ちょっと彼と協力プレイする動画もそのうちアップしようと思います。ぜひ見てください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバーイ。